汚れちまった悲しみに。ガチンコ男塾。こんにちは、ガチンコ男塾の久保です。今日はですね、ロケに行ったんですけども、まあ風がね、強くてね、音声が全く入れられなかったんで、別撮りで重ねさせていただきます。今日のガチンコ男塾は、まあ、男がね、目指すべき、まあ、3訓でしょうかね。今日は3つの訓示をですね、皆さんにちょっと紹介したいと思います。じゃあ早速いきます。まず1つ目なんですけども、まあ、女は1人いれば十分だ、ということですよね。たくさんね、よりどりみどりしない。まあ、逆に言うとモテないということでもあるんですけども、まあ、一人ね、女性は一人をしっかりと愛していきましょうってことですよね。まあ、硬派である以上、まあ、女性はね、ちょっとまあ、ちょっとだけ必要なんですけども、一人でいいじゃないかってことなんですよ。はべらすのはやっぱ良くないかなと思っております。浮気はもってのほかでございますね。で、二つ目なんですけども、権力にではなく、無力に寄り添うこと。これですよね。やっぱりね、私たちは男塾として任侠道をね、義理と人情、任侠道をね、ちょっと貫き通したいと思います。そのためには、権力にこびるんではない。権力にではなく、無力に寄り添っていくこと。うん、上に強くて下に弱い。こういうふうなね、任侠道を貫き通したいと思います。そして、今日紹介する、男塾の訓示、三つ目なんですけども、一切ビビらず、胃も引かずでございます。いいですか？怖い怖いというのはね、心の中で思えばいいんですよ。でもそれをね、一切表現しちゃダメです。疲れた時に疲れた顔しちゃダメ。怖い時に怖がってる顔しちゃダメ。やばい時こそ強気でいかないと。そうやってね、男道を貫き通したいと思っております。なかなかうまくいかないんですけどもね。それでは今回は以上でございます。皆さんね、心の中に男塾魂をぜひ養っていただきたいと思います。好きなものほど取り上げられ、うつむく癖がついた。こんにちは、マチンコマッチョクラブのミスター M です。私はマッチョになりたい陰キャな中年です。どうぞよろしくお願いいたします。元強制労働10年ホームレス5年だった私がマッチョになれるのか。今回は速稼塾久保哲郎さんシリーズガチンコ男塾ということで、硬派とは何かをテーマにお話ししてみようと思います。硬派に生きるガチンコ男塾指導ということで、今回は硬派とは何か改めて考えてみました。硬派とは何かを深掘りして調べてみますと、正義感が強く真面目、野生的で頼もしい感じ、無口、頑固、一途、男らしく清潔感がある、心にゆとりがあり他人の考えもすんなりと受け入れられる、自分と関わりのある人を大切にする、人間性が伝わりやすく好感を得られやすい、真面目で誠実、深い愛情と責任感で結婚に向いている、根が真面目でストイックに体を鍛え込むことを好む、限界まで追い込むことに喜びを感じる、自分の決めた思想や主義、意見を強く主張していくこと、何かを突き詰めて極めようとすること、人生をかけて何かに没頭すること、自分らしさをメインにしたスタイル、余計なことは一切喋らず必要なことを必要なシチュエーションで簡潔に話せる、自分の拠り所を自分が極めたいと常日頃から願っている、ビシッと乱れずに決めたいと思うタイプ、外見に反して気さくで誰とでも気軽に接して偏見や差別をしない、物静かな性格で何かがあると他人を立てれる人、一つのことに集中することをかっこいいと考える人、ストイックさを重視したスタイルでストイックなものへの憧れやその実践について常に考えている、こういった定義が出てきました。硬派のイメージの男を調べてみますと、日本人では高倉健さん、竹内力さん、
渡辺健さん、舘ひろしさん、中村徹さん、西島秀俊さん、遠藤健一さん、浅野忠信さん、伊藤秀明さん、江口洋介さん、高橋克典さんといった名前が出てきました。私の中での硬派な男のイメージは、日本では漫画先駆け男塾に出てきます根性だけでどんな困難にも立ち向かう男ということで、富樫健児を思い浮かべます。海外の方では気は優しくて力持ちということで、映画ワイルドスピードシリーズでおなじみのハリウッドスタードウェイン・ジョンソンさんを思い浮かべます。私は筋トレをしておりますので、ドウェイン・ジョンソンさんのような見るからにマッチョと分かるようなでかくてかっこいいマッチョボディを目指そうと思います。最後に、陰キャな中年の私が考える硬派とは何かを申し上げますと、義理人情を重んじ不器用に挑戦し続ける男であるとさせていただきます。久保さん、私はこれからガチンコ男塾を通じて硬派を貫き通し自分との戦いに挑んでいこうと思います。来る2月28日日曜日夜の9時から予定をしております Zoom でのオンライン焼肉を皮切りによろしくお願いいたします。おっす。はい、ということで今回はガチンコ男塾硬派とは何かについてお届けしました。ガチンコマチクラブを皆様の人生運動のきっかけヒントにしていただければ幸いです。お相手はガチンコマチクラブミスター M がお届けしました。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。マッチョになりたい。こんにちは、ガチンコマチクラブのミスター M です。ガチンコマチクラブでは現在クラブ生を募集しております。筋トレ、ダイエット、人生に関するご質問、ご相談をご希望の方、私ミスター M と交流を深めたい方をお迎えしております。 LINE 公式アカウントを開設しまして、現在クラブ生の方々にご好評をいただいております。 LINE 公式アカウントでは LINE 公式アカウント限定動画の配信、無料相談室、そして有料の少人数限定個別トレーニングパートナーコースのご案内をさせていただいております。詳細、登録方法は動画下の説明欄に載せておきますので、ご興味のある方、ご覧いただければ幸いです。皆様との良き出会いをお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。最後までご覧いただき、ありがとうございました。またお会いしましょう。